さあ始まりましたカツさんチャンネルです。今日はですねこの、オートバイ専用ドライブレコーダー、これのですね商品 AKY868GS っていう商品の、またやってくださいっていう、もうこの4世代ぐらいやってるんですよ。もうずっとやってるんですけども、もう最新バージョンが届いたんでやってみたいと思います。カツさんチャンネル、実はこの商品もエイプマン、これもですね、実はこれは車のドラレコなんですけど、まあ、これでレビューしてくださいって来たんですけど、ってこんな感じです、ドン。そう、こんな感じになっちゃうんですよ。これ非常にもったいなくて使えない。僕の仕事では使えないです。もちろんこれ撮った画面は普通なんですけど、パソコンで編集しようと思ったらああいう風に画面になるんですね。やってみたいと思います。初期の頃はですね、割と電源がですね、ちょっと選択肢がなかったんですけど、電源がですね、USB 電源できます。今もうちょっとザラッとつけたんですけど、簡単なとこまで。要はこんな感じです。これが、まあ、メインの、画面があって、で、まあ、前後カメラがあります。もうこれつけるだけですよね。ほんで、これが、まあ、手元の操作するところなんですけど、これでマイクも兼ね備えてるんで、これがついてるとマイクで音も拾ってくれます。蓋がつけてます。でこれが USB 電源で、僕的にはですね、なんていうんですかね、車とかでも使いたいなと思ってて、あまりがっちり止めるというか、バイクにも使って車にも使ってみたいな感じの使い方したいんですよ。でベルサスはこれがついてるんで、この、まあ、100均とかで売ってると思うんですけど、こういうのをつけて、普通に USB 電源をこういう風に取れば、もう普通に使えるんですね。で、いつでも車にもバイクにも使えるんで、ちょっと装着していきたいと思います。でね、ここまでは簡単なんですよ。設定も簡単です。ただね、これの難点が、あといいところで言ったら、このメモリーも入ってくれてるんです。32GB。これもめっちゃいいです。ただ、難点が、じゃパッてバイクにつけようかなってなった時に、カメラにこれつけなダメなんですよ。ちょっとこの説明だけしますね。僕、似たような商品で、防水なのに、外に出してて、一個壊したことあるんですね。こういうレビュー商品で。すごい気に入ってたのに。なので、今回こういうちょっとこう、本体は防水じゃないんですよ、実は。なのでこういうのが一応あるんですね。これ感じですね、はい。だからここでメモリーカードもパッて出せますし、だからバイクにセットするときこうセットしておけばすぐこれでピッて取れるんで。でまあこれ接続に関してはまあそんな難しくないですね。もう書いてる通り、例えばこれ黄色やったらリモコンやったらここって書いてるじゃないですか。ただ一個気をつけるので言ったら、このね、矢印をしっかり合わすっていうのです。この矢印、この矢印合わさずに適当にグイグイってやると接触せずにおかしなことになるんで、そこは気をつけてください。つけたらこれを間に入れて挟むんですよ。ほんで止めるってから、あれ、なんでこんな遊ぶの、あ、ここにつけなあかんのかな。こんなんやったっけな。もうこんなん先になってたけどな。もっと簡単に締め込んだらまっすぐなのか。あ、ほんでここもカメラも回るしね、こうやってね。あ、まあこういうことですわ。はいはいはい、まあ、あんまり強く締めすぎない方がここはいいと思います。はいはい、2つ目もできました。あんまり締めすぎると周りにつく時もあるでしょうし、ここいいかなってちょっと個人的に思ってます。これむっちゃ良くないですか。これやったらなんかまだピッて剥がせるし持っていけるし、で長期使わなかったり車に行く時はこれ配線外してこれだけ外しとけばいいから、だからカメラだけセットできたらもうこれ勝ちですね。でほらもうここすぐここでしょ、こうじゃないですか。うわ最高。
はい、電源こっから取って、でここになんか穴があったんで、ループのここにかまして前に来ないようにして、下から出てきてます。下から出てきてます。ほんでこうですね。ではこんな感じどうかなと。なんかね、あ、ここいいじゃないですか。ここ。おお、固まった固まった。いいですね。これで多分、あ、全然大丈夫ですね。はい、装着できました。僕は元ブログを自分を撮りたいので、このカメラ。このカメラが僕を狙ってます。で、ここ、タイラップ止めてます。で、全部のケーブルを、まあ、タイラップで止めて、で、USB 電源ですね。で、ここぶら下がって落ちないようにね、ここに引っかかってます。だからこうぶら下がってもこう下に来ないようになってます。本当はここになんかね、まあ、ガチッと止め、まあ、ゆくゆく止めてもいいんですけど、僕はバイクによって違う車種にも持っていきたいなと思ってるんで、で本来ね、こういうケーブル見せたくないなって人はもうバッテリーから直接やってください。これね、でも僕バッテリーからやるの嫌いなんで、特にフィエルインジェクションはバッテリー弱くなったらあれなんで、これでいつでも取ったりつけたりできた方が僕は気楽です。画像、カメラの画像をちょっと見ましょうか。ここね、今電源来てますね。綺麗に撮れてる。ほら、自分も撮れてるし、正面も、あ、いいと思う。あとで微調整しましょう。で、これもうここに入れといたらいいんで、全然こんな感じ。あいつ、こいつがちょっと暴れるかもしれないんで、一応ここに置いてるんで、もう何もつけてないんで、案外いけるかどうかをちょっとチェックしますね。暴れるかな。あ、でも案外大丈夫ですね。まあなんか本当はマジックテープあったらいいな。結構僕の元ブログの弱点で、運転してる僕が映ってないっていうのをよく言われるんですね、モトラボとかに。今このカメラで僕撮れてると思う。セローでだからそれを実現して、もうそういうので作ってたんですけど、結局一緒で本体は防水じゃないんで、雨の中に一応でもそれ防水ってなってたんですよ。でもやっぱりすごい雨が降った後とかはもう結局一撃で壊れましたね。はい。でもバッテリーに直接つながってるから、そう簡単に取ったりつけたりもできへんしみたいな。バッテリーについてなかったりとか、これね、一見ここがブサイクに見えるじゃないですか。でブサイクに見えるけど、取り外しできるっていうメリットあるんですよね、何も剥がさんでも。だから USB 電源を取って、でここの連結をポポって取れば、これそのままゴソッと抜けるんで、また使うときにつければいいだけなんで、例えば旅先で雨が降って、すごい雨が降ってきて、
で、あ、ちょっとこれはまずいなと、ちょっと機械壊れちゃうんじゃないかみたいになった時には、これだけ取ってパニアケースに戻せばいいだけなんで、あとなんか止めてみて、僕が例えば喋ってみてその音声どう拾うかとか結構大事なんですよ。絵の具でも、結構僕その動画使ったりとかしたんですけど、アクションカメラ持ってなくて、あ、でも元ブログ撮影したいなってなった時に、最悪例えばバイクの前に僕が行ってね、このベルサスので、こう喋って、今ここいますって、でちょっと踊ってみたいなの時に軽く音声拾ってくれたらめっちゃ助かるんですよ。でこれが音声拾ってるんですね。で一応設定してきたんで音入ってるはずなんですけどね、入ってなかったショック。